カーゼネラルモーターズのキャデラック部門が同社の世界戦略者 J カーのプラットフォームを用いて1981年から1988年まで生産販売した小型乗用車である132,499万台が生産されたデビュー当初から1984年モデルイヤーまではシマロンバイキャデラックとして広告宣伝が行われた 1979年の第二次石油機器や燃費規制カフェによる低燃費車の必要、並びに輸入小型車の BMW3 シリーズ、アウディ8 0サーブ9 0 0などの成功に刺激されたことにより、4気筒2リッタークラスのキャデラックが急遽開発されることになった。この結果誕生したのが、1981年に GM の世界戦略車として登場した。 ジェイカーの一種たるシマロンであった。1981年5月21日に発表された。ジェイカーはシボレーからキャデラックまで、いずれもホイールベース 2570mm、前輪マクファーソンストラット、後輪トーションビームのサスペンションを持ち、4ドアセダンのボディシェルもほぼ共通であった。エンジンも各ブランド共通で直列4気筒を1800。 CC88 馬力エンジンを搭載していた。4気筒エンジンのキャデラックは1914年以来であった。ギアボックスには3足 AT の他に4足 MT が用意された。MT のキャデラックも1953年以来であった。それでも、シマロンについては、サブフレームと車体の間に油圧ダンパーを追加して乗り心地、操縦性を改善する努力がなされたし、 パワーステアリングやエアコンなど豊富な装備が標準で内装も豪華だったが外観上は大衆向けのシボレーキャバリエやポンティアック J2000 とほとんど変わらないこの車が価格だけは12,181ドルからとシボレーのほぼ2倍というキャデラック的な水準であったことは自動車評論家や伝統的なキャデラックの需要層からの不評を買ったこの結果 初年度の1982年モデルイヤーの販売台数は25,968台と目標の3分の1に止まった。欧州車のユーザー層にもパワー不足な上にラフな直列4気筒 1800cc エンジンではアピール不足だった。シマロンには年々改良が加えられ、翌1983年モデルの排気量は 2000cc に拡大。 1986年からは 2800CCV 型6気筒オフ125バリ系エンジンがオプション設定され、1988年には V6 エンジンが標準となったが、その改善は小幅すぎるし、遅すぎると評された。1988年モデルはわずか6454台しか販売されず、この年でシマロンはキャデラックのラインナップから消滅した。 日本には正式輸入されなかった。シマロンの失敗はバッジエンジニアリングの行き過ぎた例1980年代のアメリカ車の競争力低下の一例としてしばしば取り上げられる。小型のキャデラックを売る試みはその後も1990年代後半のカテラ BLS と続いていたがヒットとは呼べなかった。唯一。 カテラの後継として販売が開始された CTS はヒット作となっている。ありがとうございます。